シューマッハは、近い将来、F1 のグリッドにフルタイムで復帰することを望んでいる。ミック・シューマッハは、グリッド復帰を目指す F1 関係者は、まだ、本当のミックを見ていないと、主張した。シューマッハは、ハースチームで2シーズンを過ごしたが、今シーズンを前に退団した。ドイツ人選手の米国拠点のチームでの在職期間は、昨年のサウジアラビアトモナコでの大規模なシャント事故を含め、いくつかの注目を集める事故によって、台無しになった。 昨シーズンのシーズン終盤、ハースは若さよりも経験を重視し、代わりにニコ・ヒルケンベルグと契約することを選択した。シューマッハはメルセデスに避難し、現在はそのリザーブドライバーとして働いており、フィールド前線に向けたチームの回復を支援する重要なシミュレーターの任務を遂行している。24歳の彼は傍観者であることに対処することを余儀なくされているが、F1 ではまだ最高の能力を発揮できていないと断言した。 私はドライバーであり、望むのは勝つことだけですが、現実的になり続けなければなりませんと、彼はスカイスポーツドイツに語った。あなたは、まだ、本物のミックを見ていないのです。メルセデスのリザーブドライバー、ミック・シューマッハが声明を出しています。あなたは、まだ、本物のミックを見ていないのです。もっと見てくれというところでしょうか来季のシートもほぼ埋まり、F1 復帰の希望はかなわないようです。 F3、F2 のチャンピオンが残念なことです。今更さらですが、ハース時代が悔やまれることだと思いますし、ハースに入ったヒルケンベルグが、いい仕事をしていますから、なおさら、ミックの復帰は遠のいたように思います。ミックの希望はかなうのでしょうか